大阪で初めてマイクを持つことができました。この大阪でも一つ約束をします。この G1 を優勝してまたここに戻ってきます。応援よろしくお願いします。全力出し切りました。出し切りました。はい。実際その全然計算しないこの G1 は計算しないって言ってたんですけど、どっかで計算してる部分が途中で。会って気づいて、それから自分は変わったと思ってるんで、またこの G1 で自分を変えられることができました。そして何よりも一番嬉しいのは内藤さんに勝ったこと、内藤哲也に勝ったことが一番嬉しいですね。勝ち負けじゃないという部分もあるんですけど、今日は勝ったかなと。その戦績では多分3勝2敗とかですか、今井口さん5勝、これは5勝2敗になりました。内藤さんです。内藤さんも5勝2敗でこれで何今も内藤さんの締め口は3勝2敗ですよね、はい。まあ、それもでもどうでもいいことであって、自分の中でも14を優勝する、まあ、それを常に言ってきてるんで、まあ、あと優勝するだけ。喋れないっす、喋れない。ああきつすぎる。ああやばいよこれ本当に。今日ケニー選手が負けて、その、まあ、負けたっすか。はい、それで、まあ直接対決に向けてちょっとあれで星が近づいたことでまた周りの期待も高まると思うんですけども、はい、それも考えないです。当日まで何も考えない、何も考えないことが、まあ、優勝すること、これ一番近いと思うんで、何も考えない。次はいつですか、試合は。